では、アベンジャースクール朝活ですね、1限目担当の中澤です。よろしくお願いします。お願いします。はい。で、まあもうずっとこのテーマはもう運動不足、とにかく運動不足を解消しようということで、まあ、やってはいるんですけど、まあ、こういうトレーニングをやった後であったり、その後の一日の過ごし方っていうところに着目していくと、皆さんどうですかね。こういうことしてるの多いなとか、今の過ごし方ですか、家の中でいると。さっきちょっと始まる前に伊藤さんとは若干話しましたけど、何かを見てますね。本を読むか、テレビを見る、携帯を見るか。小泉さんはどうですか。私サックス吹くんで、多摩川に楽器吹き行ったりとか。そうなんですね。いいですね。なるほど。そういったこう音楽とかっていう要素は非常に大事になってきますね。お二人、その、まあ、どちらかというと伊藤さんは、まあ、目をよく使うっていう話をされたので、視覚に対する情報がすごい入ってきやすい状態になって、まあ小泉さんは今おっしゃったように音楽とかをやると、どちらかというとリズムだったりテンポだったりとか、まあ、音自体がもう聴覚の刺激になるので、そういったこう違った感覚を常に入れてあげる、まあ、目だけに頼らずに、まあ、たまに目をつぶして何か外の音を感じたりとか、それだけでも体って使ってるところの回路しか動かないので、ちょっと違う視線から方向を刺激入れてあげるだけでも、まあ、姿勢は同じでも受容する感覚が変わるので、まあ、脳に血流が変わったりとか、まあ、ちょっと集中力とか、そういう、まあ、なんて言うんですかね、頭の働きっていうのは変わってきますので、同じ姿勢でもやれることっていうのは少しこう視点を変えれば変わってくるので、まあ、トレーニングもそうなんですけど、ちょっとでも体の向きを変えたりとか、体の位置を少し変えることによって負荷が変わってくるので、まあ、普段ここでやってるものもちょっと自分でやった際にこうやったらこうなるのかなみたいなところでやってあげると、あ、こっちの方がきついかもっていうのがあったり、発見があったりするので、まあ、そのように応用して取り組んでいただけるといいかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ではここから音声をミュートにしていただいて、今日天気があれなんでそんなに暑くはないですけど、水分補給は各自お任せしますのでやっていきましょう。ではウォーミングアップからいきます。いつも通り右足を前に出して前に流します。でこのまま上にグーッと上げていく、ぐーっと倒していきましょう。倒していきます。他行きましょう。1、2、いいですね。3、4、うん、ラスト。ゆっくり上げていきます。 OK。 ではもう一度手をつけていただいて、右手を外に開いていきましょう。1、息を吐きながら2、3、4、はい、OK。では反対行きましょう。左足に変えて、前ならやします。で、このままぐーっと上に上げて、息を吐きながら後ろに持っていきましょう。1、2、いいですね。3、今度は横に広
これでいきます。戻って、左手を広げていきます。胸を開くような形でいきましょう。で、足はこのまま骨盤固定して、広げます。ラスト5 OK ではもう一度右に切り替えましょう。両手を後ろについて頬の後ろを伸ばします。で、左手を前について右手を上げます。はい、戻して後ろ、お尻を引いて、そうです、後ろ伸ばして前にして開く。 OK、 はい、後ろ、ここの後ろを伸ばして、そう前にして開く。あと一回いきましょう。はい、後ろ、前、開く。 OK です。では反対いきましょう。左足に変えて、両手を後ろについて、もうの裏とこちら裏、ふくらみ伸ばしたら、右手を前について、左手を開く。1、後ろ、前、開く。2、後ろ、前、開く。よいしょ、前、楽、はい、OK です。では次は股関節ちょっと伸ばしていきましょう。両手をついていただいて、四つ這いになります。膝もちょっと下げましょう。で、足をベタッとついていただいて、お尻をこのまま引いていきます。ぐーっと背中丸めないようにして、このままお尻を引きます。ダウン、股関節を畳む感じですね。OK。はい、戻す。そう。はい。ぐーっと引いて。あ、いいですね。で、これでちょっと顎を引きましょう。そう。押し引いて。OK、ナイス。はい、戻す。ラスト行きましょう。後ろを引いて。OK。で、今度は、ちょっと手を前にします。で、このままお尻をまた引いて、今度は背中を伸ばします。ぐーっと背中を伸ばす。で、右に連れて行きます。で、左の背中を伸ばしましょう。はい、反対行きます。よし。戻りましょう。はい、ちょっと股関節を伸ばしていきます。腕立て伏せの姿勢になっていただいて、足を手の横に出します。いける範囲でいいですよ。この姿勢から足を前に出す。そうです、交互にいきましょう。2、3、5、6、はい、1、ラスト8、 OK、 OK、 ナイス。はい、はい、で、次は手をついていただいて、膝曲げても OK です。で、このまま足をちょっと伸ばして、膝、お尻を上に上げるような感じですね。で、このまま半歩ずつ前に進みます。1、そして戻っていきましょう。1、1、1、で、もう一度行って、今度は足を半歩ずつ近づけていきます。1、1、1、そう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 。OK。
ではちょっと水も入れつつ、今日は背中、上半身、足回りという形でちょっと刺激を入れていきましょう。結構上半身っていうのはないがしろになってきて、よくまあ早い人で本当30代ぐらいからこの五十肩だったりとかっていう形になってきて、肩が突然上がらないみたいな状態になるんですよね。あれってこう今の、ね、生活でこの状態から手が上がることはあんまりないですよね。ここから下で動かすことは多いんですけど、なので肩にあまり負担がかからない状態が多いので胸だったりとかですね。で今日はそこをちょっと刺激を入れて、しっかりとしたポジションに関節を戻していくっていうイメージでやっていきましょう。はい、ではちょっと腕立て伏せをやっていくんですが、これは負荷がそれぞれできる範囲が違いますので、普通にできる方は普通にやってもいいんですけど、まず一つはこの膝をついていただいて、膝がついて両手を前習いした状態からちょっとつきます。でこのまま胸を近づける。で起き上がる。あ、で今小泉さんはこのままお尻が残っちゃってるんで全部下がります。あ、いいですね、すごい。でちょっときつい場合はこういった椅子を用意していただいて、何でもいいです、台を用意していただいて、この上でやってあげるとしっかり効きます。こういう感じで、これでも OK です、全然。はい、なければ、そのままやっていきましょう。大丈夫ですか？そうですね、膝ついて前のライン、肩幅ぐらいですね。で、このまま胸をつける、10回いきます。ダウン、はい、アップ、一、ダウン、二、ダウン、三、いいですね、おい、ドン、四、肩も見ないように、五、それじゃあダウン、六、胸でプッシュアップ、七、よいしょ、八、はい、頑張って、九、いいですね。ラストいきまーす。はい。OK。いいですね。ナイスです。素晴らしい。今度は、ちょっと負荷が強くなります。手を、この、人差し指と親指をくっつけて、三角形を作ります。で、このまま同じように手をつけて、で、同じように腕立て伏せをやるだけです。下がって、アップ。これは、ね、さっきと比べ物にならないぐらい辛いんで、いけるところまで行ってこれぐらいでもいいです。とにかく頭を下げないでください。いけるところまで行ってある、そうそうそう、それでいいです。1ダウン、2ダウン、3、はい、 OK、 ダウン、ポイントサインですね、そうそうそう、5、よいしょ、ありがとうございます、はい、はい、よく、よいしょ、はい、7、はい、頑張っていきましょう、8、はい、はい、9、はい、ラスト、はい、OK。 なぜこれがきついかというと、支持する面が狭くなるので、この面だけで体重を支えなきゃいけないっていう、手が広がるとこの分だけ安定するんですよね、体を支えるのは。これ近くなればなるほどここだけに集中しなきゃいけないんできつくなってしまうっていう形になります。でもお二人とも継続してきていただいて、結構この体幹、体の軸がしっかりしているので、これできない方だと大体のパターンがこうなるんですよ。こうやってやって、こうなって、こうやって起き上がるんですよ、こういうふうに。で、今、お二人とも、体のこの軸はまっすぐの状態で、頭がこうなっちゃうような状態なので、
単純に上半身弱いっていう。なので、これは上半身取り組みであれば全然問題ないです。さっきみたいにこういうふうにウェーブして起き上がっちゃうと腰が痛くなるんで、良くないんですけど、できる範囲でやっていけば必ずできるようになりますので、フォームは間違ってないので全然問題ないです。なので、いける範囲まで行って、ぐっと押し上げてあげるっていうと、この辺が大きくなります。いわゆるトレーニングで言うとベンチプレスと一緒ですね。はい。で、今度は背中行きましょう。肩甲骨のあたりを意識します。この辺。この辺を意識します。羽が生えてるようなイメージですね。で、意識するために、ちょっとですね、ポイントを作りましょう。まず、膝立ちで、こうやって正座するみたいな形で、足に乗っちゃっていいです。で、両手を後ろで組みます。で、体から手を離します。それで、人差し指を伸ばしていただいて、人差し指をぐーっと伸ばした方に引っ張ります。ぐーっと。あ、いいですね。お二人とも同じパターンなので、今、後ろにして、引っ張って、こう、下に引っ張ると、こうなるんですよ。二人とも腰を反ってるんですよね。そう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 。なので、ここを反らないようにしてください。反っちゃうと、要は後ろに持っていくっていうのがわからないので、反って、これを下に下げてるようなイメージです。じゃなくて、背中でグッと下に下げるっていうイメージを作るので、力を入れるんじゃなくて、肩を下にグーッと斜め下に、手を遠くに持っていくようなイメージですね。下に手をグーッと持っていく。そう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 。あ、これはいいですね。そう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 。そうすると、全身の力を使うんじゃなくて、背中がスッと、肩甲骨がグッと寄ってくるようなイメージが、なんとなくわかるかなと。こういうのがいいですよ。ちょっとやってみましょうか。手組んで、人差し指を。そう。これ肩こりとか、猫背予防にもなりますので、下に。あ、そうですね。そうそうそう。こういうのはその感じです。すごいナチュラルですね。で、あともう一つのポイントが、首を前に出さない。手を後ろに回っていくと、大体の人は首を前になっちゃうので、これまっすぐ。そうそうそう。そんな感じです。で、ちょっとそれを意識して、体をちょっと前傾します。前に倒す。そうです。で、万歳。で、このまま肘を持ってくる。そうです。1、万歳。2、背中で引っ張る。これを順に書きます。3、そう、目線をちょっと上げます。斜め前を見る。1、5、あ、いいですね。6、背中で引っ張る。はい、7、はい、8、お腹反らないように。そう、9、あ、いいですね。はい、10、あと2回、1、ラスト。そう、伊藤さん OK です。ナイス。結構疲れてくると首が前に出てくるので、首を絶対前に出したらね、なので目線を下げないことが大事ですね。で、今度はこの状態、親指を後ろにして、肩を上げないように調整しましょう。このまま、肩甲骨を寄せる。背中を寄せる。これも一緒です。腰を反らないように、こういう運動ではなくて、背中を寄せる。そう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 。で、これも一緒で、ちょっと小泉さん、首前に出るんで、少し頭を後ろに引きましょう。そう。で、一回手を下ろして、で、ちょっと前傾します。で、万歳して、で、後ろに引く。1、と、2、3、そう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 、4、5、と、6、あ、いいですね。7、8、9、10、ラスト2回、1、ラスト2、はい、OK。なんだかこの辺、わかりましたか？背中の使ってる感じは。大丈夫そうですか？ここが熱くなってくるっていうイメージができてるとだいぶいいです。大体の人はこの辺が肩きついなとかなったり腰痛くなったりするんですけど、この一つでやるだけでも結構猫背だったり背中の張り取れてきますので、ポイントはさっき言ったようにお二人ともちょっとこう反り腰になりやすいタイプなので、
ここで揃うんじゃなくて、ここから上げてあげるっていう、そのためには背中が下にグッと引っ張ってるっていう前提が欲しいので、背中を意識するために先ほど言ったようなこんな感じで、これだけでも全然いいです。30秒ぐらいやるだけでもこの辺で開いて呼吸がしやすくなりますので、ちょっとそこ意識しましょう。 OK、 ではちょっとスクワットいきましょう。バランスいきましょう。まずは肩幅に足を開いて、足首硬い方はつま先ちょっと30度ぐらい外向けても OK です。で、手は前、このままお尻をこのままダウンするのではなくて、ちょっとでっちりにして前傾になります。で、このままダウンしていく。そう、で、下見ないようにこのまま目線上げて1ダウン、そう2、はい、ダウン、はい、3ダウン、4ダウン、5はい、ダウン、はい、ちょっと一回ストップします。今お二人で結構似てるんですけど、最初すごいいいんですよ、このままダウンできてるんですけど、体が曲がってくるんですよね。これが倒れてきちゃってるので、目線も下がってますし、腰が痛くなっちゃいます。イメージはこのままここで畳んでいく状態は、あ、そうです、こういうのがそのまま下がれるところに行ってください。そうで、行けるところに行ったらアップしてください。あ、それで OK。 そう伊藤、それで OK。 そう、あと5回いきます。はい、ダウン、そう、で、親指に体重かけないようにして外側に体重かけましょう。はい、アップ、そうです、アップ、あと3回いきましょう。はい、ダウン、はい、アップ、はい、あと2回ダウン、前に体を倒さないように股関節でラスト、はい、アップ、はい、OK、 いいですね。 OK、 では次はランジという動きですね。足を前に出します。一歩前、この状態から右足一歩前で、この時は右に体重をしっかりかけます。で、右足をで親指を蹴って戻る、左足戻る、ちょっとやってみましょう。まず右足からいきます。この状態で前に右足出して、そうで戻る、右足蹴って戻る、で左足、そうバランスで、ちょっと前傾していいですよ、前、そうはい、戻る、前、そう、はい、戻る、前、あー、いいですね、はい、左、着地した瞬間に体がもう来る、そう、あ、本当に今のいいですね。あと1回ずついきましょう、左、はい、右、はい、ラスト、左、はい、蹴って戻る、 OK、 OK です。このような形で、まあ、今の、股関節だったりとか、あのスクワットっていうのは下半身の力を上体に伝えるっていう役割もあるので、下と上の動きがバラバラになってしまうと下半身の血液が上にうまく上がらなくなるので、いくら頑張ってトレーニングしてもなかなか代謝が上がらなかったりしますので、全体として考えてあげるとすごくいいと思います。ただお二人結構姿勢良くなってるのでだいぶいいですね。はい、じゃあ最後は3分間トレーニング、また20秒やって
20秒やって、20秒やってっていうのを1セットとして、それを3回やってきます。はい。で、こちらは、できる範囲で参加していただいて、結構きついメニューになりますので、見てていただいても構わないですし、最後までやりきっていただいても構いません。なので、ちょっとご自身に合わせてやっていきましょう。今日は背中もやったので、背中も入れていきながら、お腹周りと刺激を入れていきます。で、スタート。まずは、この状態になっていただいて、両手を出して、かかとをバッチします。これが1回目。で、足は動かないようにしましょう。足このまま、で、かかとをバッチ。もしくは、膝の上に手を当てて、ちょっと上げるだけでもいいです。こんな感じですね。これで、これが1つ。で、2つ目は、肘ついて、足伸ばす。下腹部ですね、これは。で、最後は手を引いて振る。この3つでいきます。はい。で、これを20秒回してっていうのを3回やっていきますので、計3分やっていきましょう。では、準備していただいてお願いします。いきますよ。5秒前、4、3、あ、ちょっと待ってください、すいません。ごめんなさい、もう一回やり直しますね。ではもう一度いきますね、5秒前から。4、3、2、足を上げて、タッチ、タッチ、1。いいですね。なるべく小泉さん、足を動かさないように、このまま固定しながら、こんな感じで、沿わしていきます。1、あ、いいですね。はい、今度はお尻について、両足伸ばします。下腹部刺激。2、1、はい、体を起こして振ります。ふ、肘引いて、さっきと一緒ですね、肘を引く。あ、いいですね、皆さん姿勢いいですね、ゴー。はい、頑張って振って、本当に振って。ふ、はい、仰向けになって、もう1セットいきましょう、2セット目。よいしょ、よいしょ、よいしょ、タッチ、はい、はい、はい、タッチ、ナイス、はい、ゴー、ゴー、フー、フー、はい、タッチ、タッチ、タッチ、足伸ばして、肘つきでいいですよ、下腹部を刺激していきましょう。はい、体を起こして、振って、ゴー、ゴー、下がらないように、前向きで目線上げましょう。そう、ナイス。はい、振って、1、1、1、1、1、1、あ、いいですね。ゴー、ゴー、ゴー、ゴー。はい、もう一回、前向きでやって、ラストセット。ふ、ふう、はい、ナイス、頑張って、ふう、ふう、ふう、はい、足伸ばして、さあ、次がラストですよ。2、1、はい、起こして、振って、ふ、ふ、ふ、で、待って、下向かないように目線上げましょう。ゴー、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 はい、肘を引く、ふ、ふ、ふ、背中、
はい、OK! はい、お疲れ様でした。で、ちょっと水入れながら、最後、クールダウンしていきましょう。ゆっくりでいいですよ。では、両手を後ろについて、お尻を一回引きます。そして、ももの後ろをちょっと伸ばしていきましょう。遠くに手を伸ばすような形で、ぐーっと伸ばしていきます。はい、これです。今度は足を広げて、左の方に向かって右手をぐーっと伸ばしていきましょう。はい、結構です。あとも逆いきます。左手を右足に向かって、はい、OK。では、今度は右足の上に左足を乗っけます。そして、足を後ろに引いて、こんな感じですね。で、両手をついたのを、後ろに一回骨盤を引いてあげると、よりここが伸びてくるな。お尻のストレッチです。OK、反対行きましょう。こっち伸ばして、こんな感じです。で、自分の方に近づけて、次伸ばします。はい、OK。 では、股関節ですね、お二人この股関節が結構硬いので、右足を前に出していただいて、左の膝を後ろにできる限り下げます。そうです。小泉さん、もうちょっと膝下げてください。後ろに、左の膝。そうです。そうで、両手を右膝の上に乗せて、ちょっとだけ骨盤を前にやると、ここが伸びてくると思います。そしたら、左手を斜め上に伸ばして、手首を持ってぐーっと伸ばします。そうすると、上までずーっと伸びてくると思います。斜め上ぐらいですね。対角線上に伸ばします。はい、OK。反対行きましょう。左足、右足を下げます。よいしょ。この状態から、今股関節の下に膝があるんですけど、下げて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 って感じで、左足ちょっと近づけて、手を乗せて、この付け根ですね、股関節の前が伸びてくると思います。で、その右手を斜め上に伸ばして、手首でぐーっと引っ張っていきます。で、目線は指先見ましょう。そう、OK。はい、OK です。では、一度集まっていただいて。はい、音声ミュート解除お願いします。はい、今日も朝早くからありがとうございました。あだいぶお二人意識というか、その継続していただいているので、ちょっとこちらが言うと、ああこうやってやればいいのかなっていうのが分かってきてるのかなっていうのが、まあこちら画像を見てすごい思うので、ご自身があとはその使ってるところっていうのはだいぶ意識できてるのかなっていうなると、自分で何かやった時とかもそこがしっかり働くようになってくると、まあ、効果っていうのは2倍3倍って上がってきますので、プラスしてそこをちょっと意識していただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、で、また5月6日、2日後ですかね、アベディアスク、アベリンピックという運動会もやってますので、まあ、9時から12時、こちら、途中参加でも途中退出でも全然構わないので、時間ありましたらぜひよろしく
お願いします。はい。はい、今日も一日ありがとうございました。また明日以降もよろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。